万端線は、兵庫県姫路市の姫路駅から、兵庫県朝越市の和田山駅に至る、西日本旅客鉄道の鉄道路線である。兵庫県の中央部を流れ、姫路市で、瀬戸内海へと注ぐ市川と、陸の駅付近の縁山付近に源流を持つ、塩山川に沿いながら、山陽本線と山陰本線を結ぶ、陰陽連絡路線である。 姫路駅から野里駅を過ぎるまでは高架化されている。また万端線の中では比較的平坦な区間である寺前駅以南が1998年に電化されて以降、この路線の直通列車は特急、浜風のみとなり、それ以外の列車は地域輸送が主体である。この一部区間の電化により、電化された区間では列車の運行速度が向上した。 万丹線沿いに国道三百十二号及び万丹連絡道路が並行する。万丹線の前身である万丹鉄道が開業するまで、育野銀山と姫路市の鹿間港とを連絡していた、育野鉱山両馬車道という道路も存在していた。関西では代表的な非電化路線であったため、関西圏では他の線区で動力の近代化に伴って蒸気機関車が 次々と姿を消す中でも、万端線では、遅くまで蒸気機関車が用いられていた。このため1972年の蒸気機関車廃止時と1992年3月14日の客車列車全廃時には、それぞれ多くの鉄道ファンが沿線に詰めかけた。近畿統括本部が管轄する姫路駅構内を除き、福知山支社が管轄している。なお、 国鉄時代は、インプニや駅以南は、大阪鉄道管理局、伊北は、福知山鉄道管理局の管轄だった。ラインカラーは、電化時に投入された103系電車の車体の色に合わせた、ワインレッドであり、路線記号は J。2016年3月26日ダイヤ改正より、線内の駅名表、運賃表や、 時刻表で、ラインカラーや路線記号の使用を開始した。2016年3月26日から、IC カード、移行下が、姫路駅、寺前駅間で使用可能になった。2021年3月13日からは、寺前駅、和田山駅間のうち、生野駅、武田駅、和田山駅でも利用可能となった。大阪駅、霞駅、浜坂駅、 鳥取駅間に特急、浜風が万端線を経由して運行されており、万端線内にも特急停車駅が設定されている。普通列車は、電閣間の姫路駅寺前駅間と、非電閣間の寺前駅和田山駅間で運行系統が分かれており、1998年3月14日以降は、全線を通して運行される列車はない。また、 姫路駅福崎駅間の区間運転を行う列車もある。2021年3月13日のダイヤ改正で午前中に山陰本線直通の普通列車が定期列車として寺前駅豊岡駅間に一往復設定された。1時間の運行本数は姫路駅寺前駅間は1の2本、寺前駅和田山駅間は1本程度である。以前は 和田山発寺前駅で夜間に1時間50分ほど列車がない時間帯があったが2009年3月14日のダイヤ改正で一本増発したことにより改善している1998年3月14日の電化時から主に2両のワンマン運転となったため混雑が慢性化しており特に姫路駅寺前駅間の沿線には 高校が多数散在するため、朝夕の峠工事は常に満員状態である。電化と同時に夕方に、姫路発快速寺前駅が3本設定されたが、2002年3月23日のダイヤ改正で廃止された。途中、高梁駅、福崎駅に停車していた。2012年3月17日のダイヤ改正により、 寺前駅は田山駅間の一部普通列車が、派生駅を通過するようになり、翌2013年3月16日のダイヤ改正より、通過列車は、種別が、快速に変更されたが、2021年3月13日のダイヤ改正で、派生駅にも停車するようになり、種別が普通列車に戻された。2014年4月26日より、 当線で運用されている、キハ40のうち1両に、竹田城跡が描かれたラッピングを施し、臨時普通列車、天空の白竹田城跡号として、運転を開始した。2015年3月20日からは、車内を、温かみのある、木目調の床や窓向きの座席にし、観光素材の映像を流すモニターを配置する、リニューアルを行い、臨時列車で運行されているほか、 和田山駅寺前駅間を走る定期快速列車でも運用された。しかし新たな観光列車へのリニューアルに伴い、2019年5月6日で運行を終了することになった。1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、東海道本線、山陽本線が寸断され、加古川線とともに迂回路線として、 非常に重要な役割を果たした。1月20日から、姫路駅和田山駅間、ノンストップ快速がキハ6 5系の4両編成で1日、に往復運転され、21日22日はキハ1 8 1系による5両編成で3往復の運転を行った。23日からは、姫路駅和田山駅福知山駅から、 新大阪駅間でキハ181系による直通快速が1往復設定され、27日からはノンストップ快速に地図急行ホット7000系も投入して、最大6往復、キハ181系は7両編成で、ホット7000系は5両編成で、東海道、山陽本線が開通する3月31日まで運転された。寝台特急も、 地震発生により運行が中止されたが、赤那覇は1月30日から万端線を経由して、迂回運転が行われ、新生車両の公主鉄道車両輸送も3月14日、公主鉄道車両8本、特大貨物2本が、迂回運転された。また、定期列車では JR 西日本管内の機動車は元より、五能線で運用されていた。 東日本旅客鉄道南明北運転所に所属する、キハ5 8系6両までもが、応援運用されていた。震災の復旧作業の進捗によって、JR 神戸線の普通区間が、徐々に短縮されていった中で、普通区間の東西では、それぞれに封じ込められた車両での運行を強いられたため、特に、普通区間の東側の阿保市や西赤市などにある、 大規模な車両基地から切り離された JR 京都線、琵琶湖線では車両が不足していた。しかし、改装ルートとして使用できる万端線は、非電化で明治時代に建造された古いトンネルが多く、開口面積が小さかったので、パンタグラフなどの付属機器を阿ゴ市電車区で一旦撤去し、ディーゼル機関車の牽引により改装した後に、 福知山運転所で取り外した機器類を取り付けて自力で宮原電車区などに改装された。なお、行野駅、荒井駅間の行野トンネルは特に開口面積が小さくトンネル内に付設されたケーブルなどの付帯設備などに当たらないよう速度を落とし時速1 5トルで通り抜けた。 阿保市電車区からは、震災による損傷が復旧して出場し、所属区所に改装された車両と合わせて149両が、また、普通区間の西側での輸送力増強のため、広島運転所とひねの電車区の103系8両が、スイタ工場から阿保市電車区に改装された。このか4月20日のダイヤ改正に合わせて新装された681系。 207系も同様に万端線経由で改装された。電車電車は、姫路駅寺前駅間の電化区間で使用されている。この区間で使用されている車両は221系、223系を含め、扉横のボタンを押して、扉を開閉するようになっている。起動車起動車は特急、浜風用のキハ189系を除いて、 寺前駅は大山駅間の非電区間で使用されている。1972年10月の蒸気機関車、全廃島では C57 型、C55 系、C11 型が牽引する休系客車主体の列車編成であった。昭和初期から戦時中には9600系、D50 型といった貨物型機関車の他に C51 系、 C54 型も配置されていたようであるが、昭和30年代には、客車用の2形式による、牽員体制が確立していた。万端線でも、貨物扱いがあったが、線路等級が低く、貨物牽員の代表形式である D51 型が配備されていなかったため、旅客機である C57 型牽員の定期貨物という珍しい、取り合わせが話題であった。 勾配がきついイクノ峠越えのため補給を設けていたほか、C57 型の改装運用を兼ねて30連、牽引もしばしば見られた。イクノ峠での補給には、1960年より DF50 系ディーゼル機関車が、また1969年からは DD54 型ディーゼル機関車が用いられた。1972年の無塩化後は、 三陰本線より転属してきた DD54 型が休憩客車を経営していたが故障が多発していたため1979年までに順次 DD51 系ディーゼル機関車やデジュー系ディーゼル機関車に置き換えられた。経営される客車については休憩客車から1978年頃より50系客車への置き換えが進められ、 1992年3月14日の客車列車全廃時まで DD51 系、またはデ10系験員による50系客車のスタイルが見られた。1990年には冷房化を目的として、山陰本線の京都駅その米機関の電化によって、余剰となった12系1000番台客車が投入された。非冷房時代が長かったため、導入時には冷房車両が、 登場と沿線に新聞折り込み広告が配布された。しかし、車両数が少なかったため朝夕のラッシュ時のみの運用にとどまり、50系客車と同じく1992年3月13日までの運用となった。客車を経営する機関車は、前述の DD51 系ディーゼル機関車と D10 系ディーゼル機関車が当てられたが、姫路駅は大山駅間の直通列車が、 d d 5 1系姫路寺前間の列車が、で10型と分けられていた。機動車については、1977年頃より、キハ、1 0系の置き換えとして、キハ4 0系が投入された。昼間の換算時には、キハ47型による2両、編成もあったが、ラッシュ時には6両編成と機動車にしては、長編成を組まれる場合もあった。 1992年3月14日以降は、客車を機えようとして、北陸地区より転属した、キハ58系初期型を改造した、キハ58系5500番台車が投入された。5500番車のロングシートは1本が、両端デッキ部を除く、約17メートルにも及ぶ長さが特徴であった。導入当初は、 元船区仕様のカラーリングのままであったため注目を集めていたが、順次万単線カラーに変更された。この他に、特急、浜風はキハ8 0系、キハ1 8 1系を使用し、1996年3月15日まで運行されていた急行、田島洋にキハ5 8系も運用されていた。電海前は、優等列車を除いて、基本的に、 姫新線と共通の運用であり、車両についても同じ運用であった。また、姫路駅で山陽本線に接続しているが、機関車などは、福知山機関区の所属機を使用することが多かった。電化後も113系電車が2006年11月3日から2007年3月17日まで使用されていた。この時、 両端先頭車のドアは押しボタン式の半自動。それ以外の車両のドアは手動扱いであった。姫路駅、荒井駅間は万端鉄道。荒井駅和田山駅間は万端鉄道を買収した山陽鉄道により開業した。万端鉄道時代に開業した鹿間港駅姫路駅間は鹿間港線と呼ばれていた。姫路港に発着する。 貨物輸送を目的に建設された鹿間港線であったが、1971年の時点で港に到着する貨物は完全にトラック輸送へ移行しており、広畑製鉄所の貨物輸送のごく一部と小口輸送を担う程度となっていた。旅客列車も単行のディーゼルカーで1日に往復のみと、車用傾向は回復しないまま、 鹿間高線は1986年に廃止された。鹿間高線の姫路駅付近の一部区間の跡地は、山陽電鉄本線に転用されている。山陽本線と山陰本線を連絡する路線である、ことから輸送力増強及び、東海道本線、山陽本線普通時の代替路線として、以前から、電化計画があった。阪神。 淡路大震災の教訓から非常時の代替路線の必要性が高まり、万丹線についても候補として検討されているが、共に代替路線とされ万丹線よりも東に位置する、加古川線が先に全線電化が完了している。万丹線は1998年に、姫路駅寺前駅間が電化されたが、寺前駅和田山駅間は断面の狭いトンネルが、 数多く存在しており、この区間の電化には大規模な改良を必要とすることから、電化対象路線としては、加古川線に先を越された形である。万端鉄道、山陽鉄道国有化後、西日本旅客鉄道発足後下以外の駅は、無人駅である。全駅兵庫県姫路市内に所在。接続路線の事業者名は東区間配指示。ありがとうございます。